こんにちは、書道家のコウです。お名前のリクエストをしていただきましてありがとうございます。今日はジルさんのお名前を漢字で書かせていただきます。よろしくお願いいたします。ジルさんの名前を漢字で書かせていただきました。最初に字、こちらは治めるとも読みます。国を治めるという時に用いる漢字です。続いている、瑠璃という宝石を意味した最初の一文字です。瑠璃とはラピスラズリを意味しています。光り輝く人という意味を込めてこの漢字を当てさせていただきました。ジルさんの名前は国を治めるほどに優れていて、そして光を発し輝く人という意味で書かせていただきました。ありがとうございました。